遅れまして遅れました申し訳ございませんぶちかわスタートでございます。松本由美子です。山下美香です。よろしくお願いします。ぶちかわはですね、とっても可愛いという広島弁の訛りで、はい、方言でね、はい、ぶちかわということで、うん、ぶちイコールとってもベリー可愛いものを紹介しようという、うん、そうですことで始まりました番組なんですけども、はいはい、ここは西区広島市西区大島のバルコムユーストスタジオでございます。こちらから生放送でただいまお送りしております。楽しそうだ楽しくお送りしてるわけなんですけれども、はい、まあ何回かはい、やったんですけれども、はい、まあ試行錯誤しながら、はい、こんなんがいいんじゃないかあんなんがいいんじゃないかとそうですね言いながらですね、はい、やってるんですけども、なんとですねうちの番組はやっと台本というものができた。ありがとうございます。台本ができました。新谷さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして皆様からもですね、はい、今夜も早くからの始まるだいぶ前から、うん、書き込みをいただいております。ありがとうございます。ですね、うん、まあちょっとザザザーっとご紹介させていただきますと、うん、まあさなさなママさん、あ、いつもありがとうございます。バクコーヤさん、末広さん、うん、あとはちょっとごめんなさいね、うん、あ、リネンキッズ JP さん、道役さんでいいのかな、うん、で、あとクラフトワン TV さん、おうおう、あ、ナットマンさんですね、ナットマン山口さんですね、まあ、あとサナサナのパパさんの方ですね、うんうん、イノボックスさん、うん、あ、ケーキ屋さん、ケーキ屋さん、はい、はい、オッキーさん、あ、トイロユキエさん、ケースキ広島さん、まだ、まあ、たくさんの方が、たどたどしいご紹介どうもありがとうございます、はい、すいませんもうってな感じで、はい、読み方とかね、もしあのそうそう難しいのがあったら、そう、間違っていたら、はい、すぐに突っ込んでください。初心者の二人でございますので、はい、一つよろしくお願いします。読むだけでとても時間かかりましたでもあのやっぱりね、これぶちかわっていう番組なんで、やっぱりその、はい、あなたにとってぶちかわなものはとかですね、あのぶちかわな人はとか、あのあなたのぶちかわの定義、どんなことがまあ可愛いかとかですね、そういったこともなんか募集しながら、はい、ご紹介していけたらなというふうに思っております。で、先週は今後のぶちかわの方向性をみんなで考えよう、はい、ということで、そう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 公開早くも早くももうとにかくもうね、大きな大海原に出たもののどっちに行っていいか迷ってる状態みたいな、そうなんです。で、ツイートを募りましたところですね、その後ダイレクトメッセージでコーナーアイディアをですね送ってくださった山口ナットマンさん、はい、ナットマンさん今日も来てくださってますね、ありがとうございます。ナットマンさんが考えた新コーナー、じゃん、まるまる先生質問ですっていうタイトルね、素敵ですよね、みんなに質問出してもらって、うん、ソーシャルストリームにいる誰かを無作為に指名する、で真面目な質問にはまあ検索をかけてもいいし、うん、ふざけた質問にはジョークもか、はい、それいいですね、うん、だから例えばじゃあさなさなパパさんどうぞみたいな、そう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 、答えてあげてくださいっていう、みたいな感じのことができるという、あ、面白い、ね、面白いですね、指名された人もそうそうそう一気に調べなければならないそうですね、そう、そう、あの緊張感漂う番組が、うん、それいいかも、そう、私たちが答えなくていいというのがいい、そうそうそう私たちは見ておくだけで見ておくだけでいいっていうそうですね、はい、これもなんかじゃあやってみましょうね今度ね。あとその2のコーナーアイディアですね、うん、広島の生き証人、はい、生き証人、生き証人、ね、いろいろなね意味がありますよね。生きはあの生きな人っていう意味の生きだったりとか、まあ、生きのいい生きだったりとか、で、まあ、活力ある生きのいい会社だったりとか、うん、そうですね、まあ、そういう方たちをゲストにしてインタビューしたりとかっていうね、うん、はい、コーナーはいいんじゃないかっていう風に本当にいろんなアイデアありがとうございます。もうその、ね、ニュアンスをぜひとも採用させていただいて、うん、はい、いろんなコーナーをやっていってですね、皆さんとこう仲良くね、こう、うん、コミュニケーション取りながらやっていけたらいいなというふうに、うん、そうです ね、あ、ミラーありがとうございました。だってリコボンさん、まあ、よかったですね、使ってくださいね、私たちも、ね、使ってますよ、使ってますよ
じゃじゃーん、これありがとうございます。私と同姓同名のですね、松本由美子さんが作ってくださった、はい、これブチカワミラーでございます。そうですね、はい、ありがとうございます。ブチカワミラー使ってます、ね、限定3名で使っておりますので、はい、3人お揃いですから、はい、ね、ぜひぜひ使ってみてください。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ね、でもそんな感じで、うん、なんかやっぱりこうブチカワいいもの、そうですね、紹介していこうというね、はい、あれですから、うん、ぜひともぜひとも、うん、はい、皆さんどんどんですね書き込んでいただいて、もうそういうのも紹介していきますので、そうですね、もう皆さんのツイートにもう頼りっぱなしということで、はい、はい、そうですよ、はい、ここにね新谷さんの取り急ぎ2人のとびっきりスマイルを送ると、とびっきりスマイルなんかちょっと昭和な感じですけどこの書き方がとびっきりスマイルですかね、とびっきりスマイル、ナットマンさんが、ね、こうやってアイデアを送ってくださったんで、じゃあ2人のとびっきりスマイルを送りまーす。はい、どうなんですか、笑われました、どうなんですか、しかも2人ともこれなんかやだ昭和な感じ、超臭い、そう、もうあのナトマンさんももううまくいくかどうかは2人の腕にかかっております。ありがとうございます、すでにもうかかってますからそう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 、ねえ、ね、ありがとうございます。あの、はい、それは違うとかですねあの言っていただいていいんで、どんどん突っ込んでください、あの堂々と間違えたりすることありますからね、はい、ね、はい、でもですね、ミカちゃん、はい、私たちが考えた、はい、500円でどうですかっていう、はい、コーナーあるじゃないですか、はい、まあ、これは私たちのですね、あの物をいろいろ持ってきたりして、うん、で500円で買ってくださる方を募集して、であのここ今生放送でね、広島市西区大芝のバルコムユーストスタジオからやっておりますので、うん、この8時から9時までの時間内にこのスタジオに取れるに来れる方、500円持って取れに来れる方に差し上げますというですね、そうコーナーをしましたところ、はい、未だかつて取りに来た人が松本由美子さんだけ、そう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 、私と同姓同名の、そう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 、松本由美子さんだけというですね、非常にこの椅子の上に物が溜まっていくコーナーになってるんですけど、どんどん溜まってます、はい、ね、でもこれはぜひともね続けましょう、美香ちゃん、はい、いい兆しがありました。私がこの、はい、溜まった物たちを持ってですね、ホームテレビに行っておりましたところ、アンギャンですねそれは何ですかおと声をかけてくれた、うん、村上由美恵ちゃんね、私と一緒あのフリータレントをしている女の子なんですけども、村上由美恵ちゃんがですね、うんうん、え、それ何ですか、うん、って声をかけてくれて、うん、で、いやこれは実はねユーストリームでからね500円でもいいんですけど誰かもらってくださいっていうのをやってたら誰も取りに来てくれんのんよっていう話をしょったらですね、うん、それ私欲しいですと言って、似てますね、言い方似てるじゃろさっきまで一緒だったんでまたで、私も欲しいです、いいですか、うん、ちょっと履いてみてって言ってなんと履いてくれました。写真をちゃんと撮ってきました、こちらです、じゃんじゃーん、村上由美ちゃんが、ここがあのホームテレビのメイク室なんですけど、ここで履いてくれて、え、本当に500円でいいんですか、じゃあ買いますと言って買ってくれました。ゆみちんどうもありがとう、ありがとうございます。あの皆さんがですね、うん、あのまあ高速を使っても届かないとか神戸だから行けないとかそうか、嘆きの声が届いております、遠くからね、いいんですよ、来れる時であくまでも送るのはお金がかかるでしょう、だから、ね、あくまでも来るっていうのが前提なんですね、そうそう、来るっていう前提で今のところね、今のところ、ね、はい、それか、まあ、どっかでねもしみんなに会える機会があったら、うん、そうですね、その時にとか、そうですね、公開でね、うん、お渡しできたらいいですね、そうなんですよ、はい、なのでなんと500円でいいんですけどが売れました、ありがとうございます。じゃあ今週の500円でいいんですけど、はい、いきましょうか、じゃあ、はい、それでは私の500円でいいんですけれども、はい、今週は私持ってまいりました、じゃじゃーん、夏といえば腕を出したくなりますよね、じゃーん、こちらのですねタンクトップ、これ私衣装でいろいろ着たもんなんですけど、このジャラジャラがついてるんです、これジャラジャラで、時々着るときに間違ってこれ後ろに行ったりもするんですけど、別に後ろでもいいんです、あ、そうなんだ、そう、後ろでも、かわいい、後ろに行ってもいいし、おー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 、ね、そして前にこうパッとこう着てもいいし、うん、ね、
こちら結構あんまり着てないんですよ、本当に綺麗なんで、うん、すごい綺麗ですよね。はい、でこちらだけじゃ寂しいかなと思ってもう一個はじゃじゃーん、ドクロドクロいやいや、紹介の仕方がなんか違う。そう、これはですね、はい、横島なもんですから着ると非常に太って見えますそれ褒めてないしかも結構カットがなんて言うと、ここがねこう詰まった感じになるんで、うん、本当にね二の腕がムキムキに見えるっていうですねそれ売り込み売り込んでますかマイナスちょっとなんとも、ね、これを2つセットにして500円でいいんですけど、あはい、はい、あのぜひともよろしくお願いします。皆様からあのぼやきがかなり、あのなにやれ岐阜だから無理だとか着払いでどうかとかいろいろと、結構なんかありますんで、まあ、うん、考えていきましょうね。ちょっと考えますんで、はい、他県の皆様にね、サービスできるように、はい、今後とも頑張っていきましょう、はい、じゃあ私の500円でいいんですけどは、うん、今日は雑貨です。じゃん、お、かわいい。こちらです、新品です。お、かわいいね。大きさは顔ぐらい、うん、ですね。で、後ろがここ引っ掛けられるようになってるので、うん、こう壁掛けにもできるし、うん、こう置くことも一応できるので、玄関先になど、あのレトロなものがお好きな方、うん、よかったらいかがでしょうか。これみくちゃんどっかで買ったんですか。うちで買い付けた。そうなん、まあでも500円でどうでしょうみたいな。こういう T シャツが欲しいんだけど、探しておきます。任せといてください、ね、こういうのうちの、あの、そうなん、みかちゃんの実はこういう可愛らしいものの洋服とかね、そう、これ探すの得意なんです。すごい得意なんです よ。私も何回も買っちゃいましたみかちゃんのお店で。そうそう、魔の手に引っかかります。いや本当に可愛いんでね、ぜひともまた夏物、あ、ぜひぜひ今日ちょっと持ってきてますんで。持ってきてるさすがじゃね、ちょっと財布の紐が緩んじゃうよ。もう商売人ですからそうですか。そうそうそう、ね、じゃあこれも500円でいいんですけ ど、仲間入りです。よろしくお願いします。皆様よろしければですね、はい、このバルコムユーストスタジオに来ていただいて、まあ、今日ちょっと雨なんで ね、あれなんですけど、 そこのガラス窓コンコンと叩いていただけたら気がつくけばいいんですけどねいえいえ、500円を持って来ていただければですね、はい、お買い求めいただけるというシステムになっております。はい、はい、一つよろしくお願いします。あ、欲しいです。お高いんでしょうって、ステファンパパさんがお高く、うん、お高くない、うん、どれがあのこのミカちゃんのほら500円でいいんですけど、これですか、本当はお高いんでしょって。もうちょっと値段はもちろん500円ではないけど、うん、ね、可愛いと思ってくださる方が、そんなにお高くもないみたいですね。じゃあ、いや500円以上はしますよ。500円以上はします、もちろんします。それをだったらもっと高い、ぶちかわ価格で。そう、ぶちかわ価格で500円です。もうなんか噛みそうです、ぶちかわ価格であ、欲しいです。ケーキ屋さんが、ケーキ屋さんなんかすっごいぴったりなんじゃないですか。これね、あのお店のお店にいかがでしょうか。お店にこうやって置いといてもらって、ね、この辺にちょっとぶちかわって書いておいてもらってちっちゃくね、あのぶちかわのあのね、参加の仕方みたいなのもちょっとこうね一つよろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。お待ちしてます、よろしくお願いします。ここものすごい力入りますよね、私たちいつもね。ほんとほんと、そう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 、ね、じゃあ500円でいいんですけど、はい、そういう感じで、はい、これからも続けていきたいと思いますので、はい、この椅子の上がですね、山盛りにならないうちにぜひとも皆さん、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、さあ時刻は8時16分になりました。さあ巻いていきましょう。いや全然大丈夫ですよ。大丈夫ですね。ぶちかわゲストさんのコーナーをやりたいと思います。はいはい、素敵なぶちかわなゲストさんが。そうなんですよ、はい、やっぱりね、ぶちかわな方を招いて女子会トーク、女の子同士のお話をいろいろしたいということ で、うんでね、もちろん男子の方もね参加 OK、うん、でも女子のねいろんな本音を聞いていただいて、うん、お勉強もしくはですねそういう時はどうなのみたいな質問をしていただければありがたいかなと思っておりますけれども、はい、今週のぶちかわなゲストさん、今週のじゃないですね、今日のみではありませんね、はい、今日のぶちかわゲストさん、ぶちかわイコール
ブチかわいい、はい、ブチかわいい、ベリーかわいい、ベリーかわいい、とてもかわいい、ブチかわなアイテム、ブチかわな活動、ブチかわなお顔の方、いろんな女性をお招きしてお送りしたいと思います。今夜はですね、広島でリネンの子供服やアメニティを販売しているリネンキッズの奥野岸子さんです。よろしくお願いします。奥野です。よろしくお願いします。ぶちかわらなくて申し訳ないんですけど、まあ、いや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 、嬉しいです。奥野さんもわざわざ来ていただいて、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。あの奥野さんは、はい、いろんなこうリネンの子供服とか、ね、はい、アメニティの雑貨をそうです、ね、はい、ご商売してらっしゃる。そうですね、はい、ねえ、なんですよね。そうですね。もう、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと紹介します。あ、そうですね。スイーツ先食べますか。先に、じゃあ、まあちょっと軽く紹介しましょうか。そうですね。はい。はい、ですね、リネンキッズの奥野岸子さんは、うん、あの広島でリネンの子供服やアメニティを販売しているリネンキッズを運営しています。うん、はい、ツイッターアカウントは、アットマークリネンキッズ JP LINEN ごめん KIDSJP、うん、位置情報は広島、自己紹介にはリネンの国リトアニアからやってきた子供とママのリネン専門店、うん、リネンオリジナル商品の開発、オリジナルリネン生地の卸も承りますと、はい、ご紹介を、はい、させていただきました。すごいですね、リネンっていうのが、はい、まずコットンとどう違うのかなっていうのが、コットンもリネンも、うん、あの同じ天然繊維なんですよ、うん、でもあの原料となる植物がそれぞれ違って、はい、まあ、コットンっていうのは 綿花といって、うん、あの綿みたいな、はい、あの植物を紡いで糸にして、はい、それを生地として織るものがコットンなんですけど、うん、リネンの場合は、フラックスという、うん、あの背の高い植物があるんですよ、はい、そちらの茎から、繊維を取って、で糸にして、織ったものをリネンと言います、うん、はあ、はい、そうなんだ。じゃあもう本当にあの何植物がもう違うんですか。そうですね、原料が違うっていうのでそれぞれこう性質とか特徴が違うんですよ、コットンと。でもなんか日本ではなんか同じような感じで扱われ、はい、なんかコットンもリネンみたいな。あ、それがですね、まあ一番多いのは世の中で一番出回ってるのがコットン、うん、で綿花ですよね。そうですね、はい、まあ、リネン商品っていうのも、まあ、最近ちょっと見かけるようになったんですけども、うん、まだコットンに比べるとやっぱり少ないんですよ。はあ、そうなので、リトアニアからやってきたっていうのはなんでリトアニアなんですか。はい、ですね、実はリトアニアという国が、うん、あの昔からリネンの栽培、フラックスの栽培とか、あとリネンの生産が盛んでして、はい、でそれであのリネンの生産において、うん、すごく歴史がある国 で今でも工場とかで上質なリネンを作っているので、もともとリネンキッズというこのブランドがリトアニアのブランドなんですよ、はい、でそこでこう私たちがあのご縁をいただきまして、はい、で日本リネンキッズジャパンとしてあの活動するようになった。すごいですよね。リネンキッズってあのリトアニアではなんて言うんですか。リネンキッズ。リネンキッズです。あの元々もあの輸入を専門、あ、輸出の方を、うん、あの専門としていて、アメリカとかあと他のヨーロッパとかにいろいろ販売されてるので、うん、はい、あ、そうなんですか。どちらかというともう、ね、はい、外に出してるっていうことなんですか。奥野さんが着ている服はやっぱりリネンですかっていう、はい、こちらもリトアニアリネンでございます。 あと奥野さんにライト当ててくださいって言われたんですけど、暗くていいですおかしいですね、はい、もういいカット、いや大丈夫です。いつもよりも、はい、ね、若干暗めなんですかね。そのぐらいの方がいやいやいや、何おっしゃいますやら。その気持ち分かりますリトアニアという国自体が、そう、ね、ちょっと私あの場所がわからないんですけど、ね、そうですね、マイナーな国なんですけど、はい、あのロシアの、うん、西の方になるんですかね、はい、バルト海がありまして、うん、でそちらを、ぐるっとか囲むようにバルト三国っていう3つの小さな国があるんですけれども、そこの一つがリトアニア。はー、はい、なんかちっちゃな国なんですよね。そうですね、人口の方も400万弱の、はい、小さな国で、はい、あ、面積は九州と四国と山口ぐらいの広さ、はい、そうですね、もうだから車でもう、うん、あのあちらに行くと、もういろんなところに短時間で行けるっていう、はい、ぐらい、コンパクトな
まってそうですね、はい、アジアンショップに売ってる衣服なんかもリネンなんですかっていう質問が。そうですね、アジアの方も、あのリネン、またちょっと違った麻の中でも、うん、あのちょっと違ったジュートとか、うん、まあ、あとゴワッとした感じですよね。ちょっといろいろ麻の中でも20種類ぐらい種類があって、うん、でその中の一つがリネンなんですけど、まあ、他にもそのジュートとか、うん、なんだったっけ、ラミーとか、うん、ヘンプですね、あと あれも朝の一つで、すごいですよ。外務省によると2010年6月現在で、在留邦人日本人は51人。そうなんです、すごい国なんですね。すごい、すごいね、少ない。その中のお二人と私はあのこの前お会いしてきたんですけど、そうそう、51人のうちの二人と、だから本当に日本人同士がこう密につながってるというか、へ、なぜそこのリトアニアに住もうと思ったのかをまた聞いてみたくなるような、そうですよね。お仕事されてるんですか、そのお二人の方は。じゃあ、お二人の、もう一人の方は写真家 で、であのリトアニアという国にすごい魅力を感じて、うん、で住ん で、はい、で写真活動をしてるんですよ、でもう一人の方はあのロシ、リトアニアの方と結婚されて、であちらの方に住んでる。でもそもそも奥野さんは広島の方、あ、私宮崎県の延岡っていうところ出身なんです。そうなんですか。はい、そうなんですよ。でもどうして広島？まあ、大学の時にこちらに来て、うん、はい、でそのまま就職して、うん、で結婚して、で今に至ってるんですけど、はい、そうなんですか。昭和何年生まれ？そこですか。じゃあ何年生まれ？イノシシです。ああ、はい、イノシシ。それでわかるんですか？ま、松本さんよりも私の 1,2,3 4つ下。いや、2つじゃなかったですね。いえいえ、猿です。昭和、私46年なんで。あ、じゃあ3つ下だ。 あ、そうだそうだ、ごめんなさい。うん、はい、そう、そうなんです。あ、そうなんですか。そんな奥野さんが、はい、なんでこうまたリトアニアのリネンキッズとご商売することだったんですか。そうですね、もともと私あの手作りが好き で、で子供服とか、あと、あの小物とかを、まあ、趣味で作ってて、で結構ハマりやすいタイプなんで、それをハマりやすいタイプ、あの講じて趣味がこう、ネットで売ったりとか、あとイベントとかハンドメイドのイベントとかに参加させてもらって、であの販売してたりして、でその時にリネンというものを、素材を知って、でなんかやっぱりコットンとこう違う魅力があって、肌触りも全然違うし、なんかちょっとこれいいなと思って、で、まあ、自分なりに調べてみたら、なんかその肌に優しい特徴とかいろいろあって、でそれがちょっとあの魅力となり、仕事にしようって思うようになって。その時はあれですか、はい、他にお仕事もしながらそういうの手作りのやってたんですか。その時はもう主婦です、専業主婦。あ、専業主婦でありながらやってたんですか。そうですね、はい、で理念をやってみたいっていうことになって、でどうしたんですか。それでまあその時に、まあ、それとは別に夫と、まあ、一緒にちょっと何かこの人生の中で二人でやりたいねっていう、あの漠然とした思いがあって。夫はその時何してたんですか。普通に会社、普通に会社勤めをしてらっしゃったんで、でまあいろいろと会社の、あの自分の方もやりたいことがあって、でもなかなかそれが、あのこれっていうものが見つからず、まあ、もがいていた時期とかもあって、まあ、とりあえずちょっと仕事を辞めてみようということになって、でそこで仕事を辞めて、夫が、そう夫が、そして専業主婦、そう専業主婦で夫は仕事なし、すごい、人生のまさに、そうなんです、もう賭けで、でまあその時にその理念というものは頭にあったので、まあ、まずその理念といえばリトアニア、はいはい、でそこでいろいろこう工場とかメーカーの方を探すところから始まって、で向こうなの夫が、二人で行ったの？いや。言ってないんです、その時夫があの向こうのリトアニアの電話帳をどっからか知らないけど引っ張り出してすごいですね、引っ張り出してくるんだ。電話帳ってあるんですか。そこでリネンらしきこう名前をピックアップして、で、あの日本の、あのいろんな国の機関とかを 使わせてもらって、いろいろこう相談したり、して、あとも もう本当に片っ端からメールを出して、そしたらいくつかやっぱり返ってくるんですよ。それ何語でメール出したの。あ、英語です。英語で、はい、あ、そうなの。じゃあ帰ってきて、帰ってきて、でその中の一つがそのリネンキッズさんが、コンタクト取ってくれたんですけど、その自分たちが描いていたそのリネンに対するもの、思いとかがすごくあって、これだと思って、でそこからお付き合いが始まって、
そうなんですよ。だから本当に運命的な出会いで。本当ですね。だからこういろいろコンタクト取った中で、そうですね、はい、イデンキッズさんが、そうです、そういうことってあるんですね。ありましたね。もうないと思いますけどいやでもすごいご縁が、そうですね、すごく縁を感じてて、でそこから、はい、そこから、うん、今2年ぐらいですかね、うんうん、あのお付き合い始めて、ええ、でまあ、そこからいろいろとあの、まあ、代理店として、うん、あの活動させてもらってて、でそれとともに向こう の, あの理念構造ともつながりがあるので、はい、あの自社のオリジナル製品とか、うん、そういうものの開発を手伝っていただいたりとか、ええ、はあ、そういう感じで。すごい。でも夫は仕事を辞め、辞め、ね、奥田さんは専業主婦で、はい、たちまちの生活費とか、はい、結構最初大変だったんじゃないですか。そうですね、あの夫の方はだからその前していた内装関係の仕事をしているんですけど、うんうん、まあ、あの それをフリーでやりながら、うん、あの資金の方を、はい、運用して、すごい。で今はホームページ、はい、インターネット上でいろいろ売ってらっしゃる。そうですね、あと卸と、卸と、はい、そうです。ちょっと理念ね、はい、ぜひちょっと見てみたいということで今日持ってきていただいたんですけど、一部お持ちしたんですけれども、うん、うわ、はい、だから理念はやっぱコットンとは違う。そうですね、あの、うん、これが一番ちょっと分かってもらえると思うんですけど、うん、これ理念のキッチンクロスで、はい、あのコットンよりも吸水力が 2、3倍、なんかあの、はい、柔らかい、キメが細かい感じがするんですけど、うん、そうですね、はい、うん、すごい、あの先ほど、リッチさんが、ええ、キッチンクロスはとても使い心地が良いです。そうなんです、うん、これ今ちょっと硬いですけど、あの使うごとに柔らかくなってきますんで、すごいうまいこと言ってますよ。ヒロシッコ、ヒロシクボさん、はい、ね、え、理念があるからここまでできたんですねっていう、あ、そのあの私も何回か使わせてもらいましたかけてみましたと理念と理念をかけて、そうです、そうです、うまいですね。ありがとうございます。でも本当にこれあの柔らかくって、はい、なんかコットンよりも本当にあの、うん、なんていうんですかね、細かいっていうか、うん、繊維がギュッと詰まった感じがして、ね、はい、吸水性もあって、ありますね、やっぱり。へえ、耐久性とかどうなんですか。耐久性もコットンの 2、3 倍あります。はい、だから結構すぐ破けたりとかね、あのしますけど。そうですよね、うん、はい、理念は強いですね。やっぱお値段的にも理念の方がお高いのはお高い。まあお高いのはお高いですね、理念の方が、うん、でもこのキッチンクロスに関しては、ええ、まあ、あの最初に知ってもらおうということで、はい、580円で、え、この大きさで、はい、安い、そうです、販売させてもらっているので、買った、はい、ありがとうございますお買い上げです。お買い上げ、お買い上げです。そうなんだ、はい、すごい。もっとあの何もっと1000円ぐらいするのかとか、だいたいこの大きさだと相場が1000円ぐらいなんですけど、はい、あ、そうなんですか。他にも理念製品が、はいはい、こちらの方が子供のポンチョなんですけど、うん、え、見して見して見して、はい、あ、かわいい、はい、これ夏場とかあのプールの後とか、あのビーチとかで日よけとして使っていただいてもいいですし、へー、見てみかちゃん、かわいい、これかわいい、こういう感じで、あ、これいいですね。で、秋とか冬はあの重ね着をして、うん、上から着てもらったら、あ、かわいい、それへー、ちょっと暖かくなります。なんて言うんだろう、なんかコットンよりもちょっとこう朝にも強い感じ。そうですね、あります、はい、あの涼しい、あの冷感温度が結構低く、うん、へー、はい、じゃあ結構夏場に向いてる。そうですね、リネンといえば夏っていうイメージは強いですね。へー、かわいい。これでおいくらぐらいですか。それが、3000円ですね。あ、はい、そうなんですか。でも子供服で ねかわいい、そのクオリティで3000円だったので、これは何ですか、はい、これは色違いのポンチョで、はい、あ、そうなんだ、いろんな色が、そうですね、結構あれなんですね、自然な色だけかと思ったらこういう、そうなんですよ、あのリネンって、あの日本で見るリネンってナチュラルな色が多いんですけど、うん、実はすごく発色がいい素材で、うん、あのいろんな色に変化するので、結構あちらのリトアニアではいろんな色のリネンがたくさんあって、リトアニアの方はじゃあ普通にリネンのものを着たりしてるんですか、それともリトアニアでもリネンはやっぱりちょっと高級な感じなんですか、うん、そうですね、やっぱりお値段的にも少し、うん、あの上ですね、リネンの方が、はい、手間がかかるんですよ、その生地を作るまでに、でそのフラックスを栽培するのに、うん、一度こう刈ってしまうと、はい、あと7年はもうそこの畑で、あの栽培できないっていう。フラックス？そうです。フラックスってわがままですね7年もできない稲でもできますよ1年半そうですね、だからすごい栄養をやっぱり吸収して あの取ってしまうんで、同じものはちょっと同じクオリティではできないっていう。お、
もう大好評ですよ。ポンチョ欲しい、はい、嬉しいです。銀河鉄道999の鉄郎っぽく羽織りたいっていうね確かに似てますね、あ、かわいいかわいい。今送料無料やってるんで、はい、ちらっと、はい、よかった。送料無料だったらますますお買い上げしやすいですよね。はい、これはホームページからじゃあ。そうですね、ホームページの方から、はい、お買い物できます。そうなんですか。はい、でもじゃあ今いろいろじゃあもう実際リトアニアに行って。そうですね、先月4月の方に行って。暑いんですかリトアニアって。いや寒いです、寒いです。寒い、はい、北緯55度なんで。北緯55度、はい、だいぶ上の方ですね、はい、じゃあ夏でも全然寒い感じ、はい、でも夏はやっぱり一番過ごしやすい時期で、うん、あの冬の間も本当冬が長くて、うん、でみんなもう家にこもって、うん、あんまり出ないんですけど、うん、白夜とかがある感じ。白夜までは行かないんですけど、やっぱり夜の10時ぐらいまでは夏は明るいみたいですね、うん、へー。さっきあの、はい、リトアニアって女性が綺麗なんでしょっていうのがあったんですけど、すごい綺麗なんですよ。やっぱり綺麗、はい、やはり美人率ナンバーワン世界一って言われてるぐらい、そんなに。なんで今ビクってしましたよね今ビクってしましたよねそうなんだ。そうなんだ。だからリトアニアの女性はそれ自分たちが気づかずに、あのこれが平均だと思ってるけど、世界に出た時に初めて、あ、自分たちの国は綺麗な人が多いんだって気づくって、うん、なんて贅沢な国なんでしょうか。そうリトアニアの男性はラッキーですね。目が覚えてますね。あ、でもある意味かわいそうか、うん、よその国行った時にまあこの国ブサイクちょっとちょっとそういう恐れがあるわけでしょ。ねえ、モデルさんとか結構多いみたいですね、リトアニア出身。リトアニア出身とか、しかもあのあんまり日焼けとかが、そうなんです、なんか色白の方が多そうですよね。そうなんですよ、へえ、そうなんだ。食事とかはどうなんですかリトアニアって。食事はあの日本の味と割と私は近いなと思ったんですけど、うん、量が多いですね。あ、量が多い、はい、あ、そうなんですか。お肉魚みたいな感じ。両方はありますね。なんかあのサバの酢漬けみたいなのがあるじゃないですか日本で、うん、しめサバ、はい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 、あんな感じのもありましたし、はい、結構サバとか食べるんですね。見た感じサバでしたけど。見た感じサバでしたけど中身はどうかちょっとわからないんですけど。へ、でも結構お野菜も皆さんいっぱい食べますし。ちょっとリトアニア行ってきますという。サバ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 どこへ行くんでしょうか。リトアニアでも行くのすごい大変なんでしょ。どこ経由で行くんですか。私が行った時は、うん、コペンハーゲン、デンマークのデンマーク、はい、コペンハーゲン行って乗り継い で、うん、でそこからビリニュスっていうあのリトアニアの首都に行って、うんうん、もうそこに行くまでにもかなりの時間がかかるんで、まあ、本当に17時間とかそういう感じですかね。そうですね、もう広島から言ったらもう丸24時間って感じですよね、目的地まで。へえ、で大体リトアニアの人はじゃあ英語で、英語っていうか、いや、あのリトアニア語がまあ 母国語なんですけど、お仕事をされる方は結構あのヨーロッパで EU のあれに入ってるので、英語でお仕事されることも多いみたいで。へえ、今日すごい勉強になりました、リトアニアの。ぜひぜひこれを機に、うん、これを機に、はい、ね、あのもう松本さんのリトアニアに自信を持っていけますねと、はい、ナットマンさんが。いけますよ、いけますね。もうこのポンチョかぶっていきますよ。かぶるんですかねえ、他にも何か持ってきてくださってるんで、はい、これが、アームカバーが今年が、はい、あのこの夏に。これ一回袖通したら伸びちゃうとかいいですか、はい、つけてみてください。これいい、この長さのねアームカバーってなかなかないんですよ。結構二の腕までいきますので、ね、はい、これはいいですね。ちょっと待って、なぜ笑われてるんでしょうか今、なぜか笑われてるんですか。あ、これなかなかね、はい、あのここまでのないですよね。ない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 、これいい。この先もこれかわいい、ね、これ全部手刺繍で、現地の方が手刺繍なんですか、はい、しかもすごい軽いし、うん、これで火を通さないです。そうですね、はい、うん、日よけになりますね。へー、あらあら、いい感じ。いいですねそれ、リネンの ねアームカバー、しかもあんまりこう暑くないんでしょうね。そうですね、そうそうそう、はい、なんていうんですかね、暑苦しい感じがない、うん、リネン自体があの、その冷感温度が低いので、うんうんうん、あのひんやりした感じがあると思います、最初につけた時に。おー、はい、これいいです。これおいくらほど。これが、2750円、はい、安いですよね、けども理念にしては安いと思います。そうですか、はい、ね、え、北欧三国の缶詰に世界一臭いやつがあると思ったけど、レッドアニアでも食べれるのかな。これ何でしたっけ、なんかシューストリング缶ですかね、うん、そう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 、なんか一回見たんですけどね、すごいあの発酵しすぎて、うん、はい、あの河原かどっか外でやらないと、うん、家でやると
もうあのテロ状態になる、臭くて、臭くて、うん、そうらしいです。あ、これはいいわ。このアームカバーもクシュッとね、はい、たるませても可愛いですねっていうの、あの絞りが入ってるのでね。えおで、このリネンのあのこれニット地なんですけど、それがあの珍しくて、こういう平織りはよく見るんですけど、はい、アームカバーのそのニット地っていうのがあまり類似商品がないので、はい、ぜひぜひ。でもすごい本当にあのね、広島でそういう風に、ね、リトアニアとご商売してる人がいるなんて私は思わなかったんで、うんうん、すごいですよね。びっくりしました。日本代理店ですもん ね, ね, あのね。だからどういう方から注文が多いですか、はい、やっぱりあの健康にこだわる方とか、うんうんうん、やっぱりそのこだわりの商品に、うん、をあの探していらっしゃる方とか、うんうん、あとあのリネンでやっぱり肌にいいので、うん、お子様にこの肌トラブルがあったりとか、うん、そういう方がやっぱり注目してくださってますね、うん、なるほどね。でも今後じゃあどういう風にしていきたいとかっていうのありますか、うん、そうですね、やっぱりあの正確リトアニアっていう国と、うん、あのつながらせてもらって、うん、でもリトアニアっていう国って日本でそんなにまだ知られてないじゃないですか。でこれからその理念を通じて、うん、やっぱ架け橋のような、うん、あのまあ、おこがましいんですけど、いやいやいや、あのそういう風になれたらなっていう。だってリトアニアに日本人は51人しかいないですよ。そのうちの2人と知り合いってすごいですよね。そうですよね。すごいと思う。これもやっぱりあの時代でブログとかツイッターとかフェイスブックとか、うんうんうん、そういうものを使ってつながったので、はい、そのリトアニアの写真家のカメラマンの方、はいはい、独身、そうですね、独身の方、男性、男性です。いいじゃない、何がいいんでしょうそこは今突っ込むところ。リトアニア流お嫁に行きたいっていうね。この前まで東京にいらっしゃってたんですけど。ああそうですか。文活動で、あ、今ゴンゴンって言ってる、誰か来ちゃったのかな、誰か買いに来られましたよ、すごい。でも今ねご夫婦で、はい、まあ、あの会社兼ですね、はい、ご自宅で ね、されてるっていうことですけど、はい、なんか、あ、これ本当に取られて、取りに来ちゃった、どうしよう、何がいりますかね、行ってきましょうか、進めてください、はい、すいません500円でいいんですけどが、あ、本当に取りに来てくださった方がいるという、すいません、本当に雨の中本人たちが一番びっくりしてるえ、みたいなございます、すごい。でもあのご主人が、はい、ね、あの一緒でお仕事されてて、なんかこうラブラブな時はいいけど、うん、喧嘩になったら困るとか、うん、そうですね、やっぱり、うん、あのお互い一番近い存在なので、うん、言いやすいのもあるし、うん、やっぱ喧嘩も絶えないんですけど、でもやっぱりこうお互いその後を引かないように、うん、次の日に持ち越さないように、うん、まあ、1、2時間経てばもう何事もなかったように、うん、はお互いにやる術を。素晴らしい。え、年下なんですか。そうなんです、3つ下で、3つ下で、なんか誕生日が、あ、そうなんです、昨日、はい、わあ、おいくつになられたんですか。37ですね、夫は。夫が、はい、37、夫がの誕生日が昨日だったんです。昨日で37、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、ちなみに、これは、うん、キャルメラ、大丈夫、キャルメラさん、え、これはあの、何、リトアニアの方ですか。え、違いますよね。神、あ、この方フィリピンの方で、わ、嬉しい、あの招待状送っといたんですよ。ああ見てねって。そうそうそう、ああの英語の先生で、私の、あ、英語で聞いたんだ。 We can call you a superstar now ハハハって、あら、見てくださってるんだ、ありがとうございます。おー、 Thank you、 Thank you、 ねー、あ、嬉しい。世界にはいろんな製品があるんですね、という、本当にね、さすがリネンキッズの、広報部長、分かりやすいリネンに興味が湧きました。嬉しいです、ありがとうございます、ね、で7月に実店舗も、はい、ね、おかげさまでオープンされるということで、どちらの方に、牛田の方です、うん、牛田の方、はい、住所、場所ははっきりと、ですね、そうですね、あの光明学園さんの近くです。あ、光明学園さんの近くに、はい、またぜひぜひ、それはの情報が ね、はい、実際にお店でこう手に取ってみたりとか、そうですね、はい、やっぱり手に取ってもらうのが一番分かりやすいと思うので、あの、はい、私たちが着れるような服とかも、あ、そうなんです、この度、うん、あの大人服も、うん、あの展開しようと思ってまして、で今準備中なんですけど、あのリネンキッズのデザイナーさんが、あの素敵なのを作ってくれてますんで、はい、また好評、もうぜひとも、はい、二の腕が細く見えるような伝えておきます、スッと
見えるやつとか、ね、はい、よろしくお願いします。リネンって絹よりもいいんですかっていう質問が来てるんですけど、まあ、あの絹ももちろんいいと思うんですけど、うん、まあ、リネンにはリネンの良さがありまして、あのリネンのその繊維っていうのが、あの細胞が人間の細胞とすごく相性がよくって、でこう触った感じとかこう癒されたりとか、なるほどね、そういうあの作用があるので、あと血行が、見えないこう振動によって血行が良くなったりとか、やっぱりこうその生地によって、ね、やっぱり一長一短ってあるもので、そうですね、特徴が、はい、絹には絹の良さが、うんうん、でやっぱりこうリネンにはリネンの良さがあって、 そうですね、それはまあ使い勝手、はいはい、使う時の、うん、その時の用途に合わせて使っていけばよりいい、そうですね、はい、でファッションが楽しめる、なんかあの寝具のイメージがあるんですよ。あ、寝具いいですよ、リネンの寝具は、ね、カバー、枕カバーだったりとか、布団カバーだったりとか、そうですね、そういうのもあるんですか。それはないんですよ、それは、うん、はい、まあ、これから展開していきたいと思ってるんですけど、広がりますね、どんどん、ね、やりたくなりますよね、リネンを、リネンっていうものをこう、うん、中心としていろいろなものに広がっていくっていうのは、うん、ね、楽しいですよね、すごいわ。今度また、ね、リトアニア行かれることがあったら、なんかリトアニアのスイーツかなんか、そう、あちらも結構美味しいんですよ、お菓子が。あ、そうなんですか。はあ、で、あの伝統的な有名なお菓子があって、あのツリーケーキっていうの、バンブーヘンのような、あの木の形をしたお菓子なんですけど、ああいうものとか結構ありますん でケーキも食べましたけど、すごい美味しかったんで、はい、またごチョコレートも美味しいですよ。あ、そうなんですか、ぜひぜひ。じゃあリトアニア行きましょう。リトアニア行きましょう、やっぱり行きたい、ね、行ってみたい。美人を見てキャーキャー言うんです。そうか、そう、ちょっといやいや、もうライバルが多いな。ライバル多すぎてちょっと困るかもしれない。そうか、わかりました。ぜひぜひ、はい、今日ね、スイーツをね、実はね、準備しようと思ったんですけど、今日はね、スイーツじゃなくって、なんと私が今とっても気に入っている、湖池屋ポテトチップスプレミアムコンソメ、美味しそう、こちらをですね、奥野さんに差し上げたいと思います。すみません、ありがとうございます。なんかもうリネンの話をさんさん聞いたので、ありがとうございます。なんかこれをですね、昨日お誕生日だったご主人と一緒に渡しておきます。喜ぶと思います。食べていただいて、はい、いただければと思います。ご主人お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。本当またぜひ来てください、奥野さん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ブチカーゲストさん、はい、今夜はですね、リネンキッズの奥野岸子さんにご登場いただきました。はい、いただきました。もうよかったらぜひね、はい、このままポテトチップス食べて、はい、でください。ね、もしまだね、皆さんから質問があれば、はい、はい、どしどし、はい、受け付けておりますので、はい、で来週のブチカワゲストはですね、ヘッジホックという美脚専門店を楽天に出店している店長さんで、松本さんですよ。松本愛さんに松本さん登場していただきたいと思います。はい、ね、美脚気になりますね。気になりますね。ね、私最近あ、前見せたっけ、こう底が丸くなってるスニーカー、あ、はい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 、あれをロケの時は必ず履いて歩いてるんですけども、どうなんですか、あれ履いたら。まだ効果のほどは誰からも言われませんけど、これからです、ね、これからですかね。そんなこと言う必要もないぐらいなんですよ。そうですかね、ぜひぜひということで、そうですね、はい、はい、お楽しみに、はい、お楽しみに、はい、はい、うん、バクさん、はい、バクさん、500円でいいんですけど取りに来てくださって、あ、ようこそ、 ありがとうございます。初めましてじゃないのに、初めましてのような。顔出しなしで、なしで、じゃあそこからで、はい、バクさん何を買ってくださるんですか。いや、先ほどの、うん、盾というか、あ、これ、はい、あ、これ、これを、はい、ありがとうございます。いいんですか、これどうやって使うつもりですか。いや、家に飾っとこうかなって。これを、はい、家に飾って、はい、じゃあぜひ話しかけたりして。どんなんでしょうか。どっから来てくれちゃったんですか。大津です。大津から、はい、わざわざ。どうでした、マツダスタジアム。えって、ね、あれやむきょみたいな。そうですか、無茶ぶりで。じゃあこちらを、はい、すいません、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、そのまま現代もありがとうございました。ありがとうございます。はい、ね、バクさん、じゃあ今家で見ててくださった。はい、家で見てて、家で見ててこのクマちゃんに、あ、いいなと思って。ありがとうございます。ケーキ屋さんも狙ってたみたいですね。そうなんですよ、ケーキ屋さんも。その前にと思って、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に嬉しい、嬉しい、ありが
げれるものがないかとついつい探してしまう私たち。これ私がですね最近読んで感動した本なんですけども、ちょっと見抜けかなと思って、ちょっと暗い話なんですが、非常にですねちょっと私はググッときて泣けましたんで、これあげますんで読んでください。はい、ありがとうございます。覚えてるですかね、妹さんと同じ会社って言ってた。え、第1回目の放送の時に。ああ、はい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 、あ、本当に本当なんですよ。あ、はい、まあ知ってます。じゃあうちの弟知ってますね。知ってます。なんで詰まったんでしょうか。ちょっとあんまりね、僕の昼間もツイートしてるので。あ、そうなんですか。会社にバレると思う。まずいな。怒られますよね。それで一応顔出さないように。ああ、内緒で。でもツイートで皆さんがバクさんだバクさんだって。あ、すごい、バクさん大人気よ。そう、大人気ですよ。私はいいので。そう。そしてケーキ屋さんがひどいバクさんって泣いてます。欲しかった。すいません。本当にありがとうございました。また遊びに来てください。はい、ありがとうございます。すいません。どうしました。お願いします。わ、嬉しいね、ミカちゃん。ねえ、すごい。こうやって取りに来てくれる人がなんかいるなんて、ね、ドキドキします ね, ねえ、よかった。生きててよかったと思いました。あ、八丁座でご覧ください、8日目のセミっていう今映画をですね、公開中なんですけど、映画ですね。そうなの。 あれだったんですね今。そう、8日目のセミっていう、私結構ねその原作本を読んで映画に行くのが好きで、はい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 、久しぶりにちょっとその原作本買ったんだけど、ミカちゃんも泣くよ、マジで。まあ物語自体はわかるでしょ。うん、ちょっとあらすじを見ました。うん、まあ好きだった人の奥さんの子供をまあ誘拐してしまう女性の話で、あれなんですけど、でもなんかね、その女性としてその気持ちわかるというか、でまあそれから何年4年ぐらい一緒に暮らすんですよ、そのこと。でまあまあいろいろ紆余曲折あって、まあ見つかって引き離されるんだけど、その時に言うその女性の言葉がグワーって感じ。マジで。ちょっとそれ変わりにはいけんじゃないですか。ちょっと見て、ちょっと見て。はい、ということで、はい、なんと500円でいいんですけど、今日は成立しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、やればできるもんですね。ミカちゃんが持ってくるものは売れる。なんかここに残ってるの私のものばっかりになったんだけど。いやいや、さなさなママさんはこのタンクトップいいなって言われてましたよ。そうですよ。なんか私のものばっかりが売れ残ってますけど、ぜひぜひね、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、まあ、こんな感じで、ね、ぶちかわゲストさん迎えたりとかですね。で、一応あなたにとってぶちかわのものはとか、あなたのぶちかわの定義はっていうのはずっと随時募集して、はい、おりますので、ご紹介していきたいと思っております。はい、で、どんな、まあ、ゲストさんに出ていただきたいかとかですね、ぶちかわなアイテム、そうですね、まあ、私がおすすめする、これぞぶちかわみたいなもの、で私そうぶちかわですっていう方も、そうそう、もう私こそぶちかわだからみたいな方もぜひぜひ募集しておりますので、はい、で、ついなま宛てにツイートかダイレクトメッセージでご一報していただければですね、ゲストを含め、はい、ぶちかわなもの、はい、ぜひぜひ送っていただかないとですね、なんと、7月にはゲスト候補がつきますという、はい、切実に、はい、新谷 D がここに書いています。はい、新谷 D がとても悩んでおりました。そうなんですよ。救うべく、はい、皆様のツイートが頼りでございます。ぜひぜひ、次戦他戦問いませんので、はい、よろしくお願いします。あとですね、もう一つ、街をフラッと歩いててぶちかわのものを見つけたら写真に撮ってついなま宛てにツイートしてください。はい、はい、この場合はプライベートな場合はですね、ちゃんと許可も取って、はい、そうですね、いただいて送っていただきたいんですけども、はい、ツイートしてもらった写真はぶちかわフェイスブックや番組で随時ご紹介していきたいと思います。はい、街で見かけたぶちかわなエリザベスハーレーをはじめ、 お洋服からちょっとしたグッズ、いろんなもの、で結構でございます。はい、ね、もう街で、あ、かわいいこれとか、そうすぐ今はね、携帯でこうパシャパシャ撮れますから、それをすぐについなまさん宛てに、はい、これここで撮ったやつかわいいよっていうのを送ってくださると、そうですね、みんなでぶちかわ図鑑が、その時になぜこれをぶちかわと思ったかという定義をちゃんとね、載せていただいて、そうです、夢はですね、はい、みんなのぶちかわ図鑑を作りましょう。ぶちかわ図鑑を、
これ可愛いっていうものを見て可愛い街角ぶちかわ図鑑、はい、作って、本を出してそっか本を出しましょうみんなのぶちかわ図鑑を、ね、はい、そうしましょう、そうしましょう。はい、今日ご覧いただいているふなぎさんぽさんという方がいらっしゃるんですが、はい、はい、フェイスブックで可愛い写真をたくさん撮ってました。あ、そうなんですか。それを見て撮りました。あら、すいません、ふなぎさんぽさん、ふなぎさんぽさんがそういうのをやってらっしゃるということなんで、はい、ぜひともまたじゃあご一緒に、はい、ねえ、ふなぎさんぽさんね、人気者ですよね、うん、有名な方ですね、参加できればと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、私たちの、まあ、ぶちかわを、はい、今週のぶちかわをいろいろねご紹介していきましょうか。はい、私も今週いろいろですね、今週はまあ今日はお天気悪かったですけど、お天気良かったじゃないですか、うんうんうん、で今週の水曜日、私はですね朝動物園に行ってまいりました。朝動物園久しぶりに行ったんですけど、うん、まあ本当に平日の動物園はですね、いろんな幼稚園の遠足とか、ちょうど小学校の遠足なんかも来てて、ね、大変にぎわっておりましたけども、行きまして可愛い写真を撮りました、うん、はい、かわいい、これゾウさんと海くんっていう写真で、このゾウさんはですね、行ったことある方はゾウのところの壁に書いてあるんですよ、本物のゾウさんと同じ大きさの絵が。そうです、そうです、うん、ね、ゾウさんと比べると僕はこんな感じっていうね、かわいいね、写真が撮れるんです。はい、ゾウさんすごいね、ゾウさんを見て喜びましてですね、うん、でゾウさん行ったでしょ、シマウマさん見て、キリンさん見て、で、その次にね、これがふれあいコーナーみたいなあるじゃないですか、ピーチクパークですかね。さすがミカちゃん、ピーチクパーク入ったらすぐオウムがおるとこ、ピーチクパーク、ピーチクパークのウンボルトペンギン、かわいいんです。この子はもうそろそろ宮島の方に帰られるんですかね。あ、今宮島からここ来てるピーチクパークじゃなかったですかね、なんか、という話を、あ、まあ嘘かもしれん、そう、そうそうそう、ご子息さんですかと。あ、そうなんです、はい、うちの高齢出産で産んだ我が子でございますはい、かわいいんですよ ね、1歳3ヶ月です。はい、そうなんですよ。でフンボルトペンギンを見て、うん、でその後ですね、くるっと回って、こう猛獣の方に行く頃にはですね、結構な坂道を登っていかないといけないんですよ。疲れますよね。でこの、これはフクロウだったかな、フクロウのあたりでちょっと力つきまして、ライオンのところに行った時にはですね、爆睡ということでございまして、はい。ここは私だけが喜んでいるっていうこんなに近くにライオンが今、ほらこんなに近くにライオンがあるよ。そう、ライオン近くに来るんですよね今ね。昔私たちが小さい頃行った時にはライオンってすごい遠くでもうこんなのダラダラでしたよね。ダラダラだったじゃないですか、でも今なんかね、このガラス張りになってて、わざとここをねライオンが歩くようにねなんかしてあるんですよ。なんかしてますよ ね、うん、でずっと歩きよですよ、そのライオン、たてがみの立派なライオンがくる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 歩きよって。そんなアクティブでしたっけこのライオン。そう、驚くほどアクティブに歩き回ってて、うんうん、でほらライオンよって言った時にはもう寝てましたけど、ね、がっくり寝てますね。そうなんですよ。でもすごい楽しかった、うん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 、朝動物園でミーアキャットのところがあるんですけど、 ありますね。ミーアキャットのところにこれもすごい仕事だなと思ったんですけど、うん、飼育員の方がね、うん、そこにずっと一人こう座ってるんですよ、うん、でシッシッって言ったらで何を焦点かなって思いながら見てたら、なんかミヤキャットってこの間子供が生まれたばっかりで、うん、赤ちゃんのミヤキャットがいるんですね、うん、で宿舎からこうミヤキャット土のこう穴の中に入って出たりするんですね、うん、でそこの穴作ったり巣を作ったりしてるわけですよ、うん、そこに出てきて入って、まあ、日光浴したりとか巣穴の中でちょっと休憩したりするんですけど、うん、この間生まれたばっかりの赤ちゃんを親が連れて出ると分からなくなる、うんうん、で土が落ちたりとかしたら赤ちゃんはその重みだけでも危ないので、うんうんうん、親が赤ちゃんを連れて出そうになるとシッシッシッっていう大変ですね。ミーアキャット見張り係っていう忙しい仕事ですね。ずっと
こう見てらっしゃった。へえ、そうなんですよ。なるほど、知らなかった。その噂は実はその噂、前行った、あの、男の子から聞いてて、ミヤキャットのところにずっと飼育員さんが座ってて、すごい大変な仕事だと思うんですよって。で、今日この間の水曜日行ってみておってかなと思ったら、やっぱり座ってらっしゃって、でもへえと思って見よったら、あの、話しかけてくださって、実はミヤキャットはね、今赤ちゃんが生まれたばっかりで、あの、しばらくはこうやって見てないと危ないんですよ。24時間体制ですか、ある意味。そう、まあ、出す時だけね。まあ、夜はもう宿舎に寝てるから、ね、寝かせるから。そうなんです。大変でしょ。で、あとやっぱり平日の動物園って、うん、あの、おばあちゃん、おじいちゃんと孫っていう組み合わせが多くって、そのおじいちゃんにもね、あら、松本さんで話しかけてもらって、うん、で、あら、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん、いいですね、お孫さんと一緒でって、うん。でも大体、あの、おじいちゃん、おばあちゃん、お孫さん連れてきて、うん、もっと歩くと思ったのに、歩かないっていう。で、おばあちゃんがおんぶして、もう少し歩くと思ったんですけどね、っていうのを、ね。朝動物園は大きすぎるんですよね。結構ある、あの、高い位置もあるしね。おじいちゃんおばあちゃんがお孫さんを抱っこしたりおんぶしたりしながら、ひーひーながらね、もっと歩くと思ったんですけどねっていう。読みが外れましたと。はい、会話をしてらっしゃるところを二度見ました。どんだけその率が高いんですか。そう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 。ね、朝動物園のあのレッサーパンダ見ようと思ったら、ザーッと上まで上がらないといけない。レッサーパンダがまた高いところに乗るよね。そう、もうレベルの高い方ですか。そうなんですよ。そう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 。ね、はい、ということでした。はい、はい、そうですね。はい、私はですね、うん、この前、あの、広島町中コレクションというのを、うん、今年の3月の12日にやったんですけれども、はい、その時にお世話になりました文化服装学院、うん、広島校の先生方、うん、はあの、手前にいる人が黒い服着てる人が花田先生と、うん、後ろにいる人が斉藤先生っていうんですけど、うん、あの、その方と一緒にお食事をしまして、あの、ファッションについてひたすら語る夜を、行いました。あの、まあ、マチコレっていう、まあ、ファッションショーをやらせてもらって、うん、まあ、今後マチコレっていうものをどのようにつなげて いこうかとか、うん、あの、まあ、学校の先生でもありますので、うん、生徒さんたちの、まあ、うちの生徒ってこんなにすごいファッションについて熱いんだっていう、まあ、とにかくファッション談義、しかもこれから の、うん、あの、広島だったら熊野筆があったりとか、うん、あの、福山の方だったらデニムだったりとか、うん、意外とでもないんですけど、うん、結構物が生まれてる産地なんですよね、うん、で、この花田先生という方が、うん、東京校からわざわざ広島校に来られた人なんですよ。これからは地方が面白い。あ、本当。で、それでマチコレっていうのをお知りになって、うん、そのマチコレ自体は地方初で広島で頑張ってる人を応援しようっていうファッションショーがコンセプトなので、そこにすごく賛同してくださって、うん、もうこれから地方を盛り上げていこうぜっていうことを熱く思ってらっしゃる方、御前様、うん、まあ、で、御前様、はい、言ってもまあ12時過ぎには解散しましたよ。そう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 、すいませんすいませんって言いながら帰るわけです。そうそうそう、すごい楽しかったですね。なんかおしゃれっぽい方じゃないですか。おしゃれですね。ねー、はい、あの、すごいイケてる兄さんと、あの、姉さんですね、はい、またちょっと、まあ、マチコレも続けてこの方々ともやっていけたらなっていう話を、うん、独身ですか。ですね、女子は独身ですが、男性は、既婚者です。ただもう、あの、フリーダムって言ってました本人は。フリーダム、だからもう東京に家族を残してるんだけど、帰る気ないからって、で、奥さんも帰らんのんでしょっていうのがもう成り立ってるんですって。そう、自由なんすって。自由なんです、俺ってフリーダムなんだなって思いましたって言ってたんで、そう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 、もうファッションのために生きてるに等しい。ほう、そうなんですよ。すごい素敵な方です。言ってみたいですね。フリーダム。フリーダム。そうなんです。なかなかね、フリーダムは。そうですか。そんな、気をつけてよ、ミカちゃん。はい。恋に落ちたりとか。恋には落ちない。恋には落ちない。尊敬はしてるけど。で、恋はするものじゃないのよ。落ちるものなのよ。そう、気をつけてね、本当に。そうそうそう。ね、恋にはね、恋は落ちますからね。そう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 。あ、朝動物園、爬虫類館が楽しいです。そう。爬虫類館ね、楽しいですよね。今回はできなかったんですよ。ぜひぜひ。ね、爬虫類館に、うん、うちも、つい先日、うん、保育園の遠足があったので朝動物園行ってきたんですけど、爬虫類館に行こうや行こうやって誘ったら、うん、次男の方がもう涙目にして、うん、いやいや
いやで、そう、あそこちょっとね、あの子供の頃にはちょっとしたこう、お化け屋敷、お化け屋敷みたいなホラー感ですよ ね, ね、ドキドキするもんね。そう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 、なのでちょっと私は行けてないんですけれども。なるほど。そうね、恋が落ちる不吉、その恋じゃないから、どのその恋じゃないから、どの恋でしょうか。 そんな感じです ね、まあ、今週も結構充実した、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ちょっと9時も過ぎてしまいましたので、早速当たるかもしれない。はい、はい、それでは今週の、ね、はい、占いをいきたいと思います。タロット占いいきましょう。はい、今週のタロット占い始まります。じゃあ、このぶちかわユーストを見てくださってる皆さんの来週を占います。はい、これね、当たってきてますよね、なんか。そう、いくわよ。さあ、みんなの来週はエコエコ、はい、みんなの来週はそんな色っぽい人でしたっけ。はい、はい、出ました。はい、出ました。それでは発表します。はい、皆さんの来週です。はい、皆さんの来週は、はい、この女教皇というですね、カードが出ました。はい、私は全て知っていて全てを隠すもの。このカードが出ると鋭く正しい直感力を示しています。このカードが出たら理屈をこね回すよりも心の奥から湧いてくるインスピレーションに身を委ねてみましょう。なるほどですね。今一人で納得されてました。ちょっと考えて、ちょっと考えてたね。そうですね、うん、女同士の友情っていうあれもあるそうです。ほう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 、ね、マルコムの母って書かれてますけど。まあいや、それあ、それえ、頑張っていきますよね、皆さんね、はい、ぜひともですね、来週はじゃあ、はい、インスピレーションを大事に、はい、ね、パパッと思ったことはちょっと実行してみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということでございますね、今週は奥野さんにゲストに来ていただきましたけども、はい、本当にごめんなさい、ありがとうございました。理念キッズ、はい、理念キッズ、ね、頑張ってください。今なら送料無料で、うん、そうです、はい、はい、ね、そしてお店の方もまたね、はい、できるかもしれないということで、ありがとうございます。またぜひぜひ遊びに来てください、ぶちかわに。はい、ぜひよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、 します、はい、ということでぶちかわはですね、広島市西高芝のバルコムユーストスタジオからお送りいたしました。あのぶちかわの、ね、女性をご紹介する女子トーク、はい、うん、女子会トークバラエティ、はい、という感じでやっていきたいと思います。はい、で男子ももちろん書き込みで、ね、参加していただいて、うん、ぜひぜひ皆さんで、はい、いろんなことを言いながら楽しんでまいりましょう、はい、はい、で、来週はですね、はい、ぶちかわゲストさんとしてヘッジホックという美脚専門店を楽天に出している店長さん松本愛さんにご登場いただきたいと思いますので、はい、お楽しみに。はい、で今週は500円で売れました。売れました、ありがとうございました。素晴らしいです、ありがとうございます。はい、はい、でぶちかわからのお願いを、じゃあ、はい、みーちゃんから。そうですね、はい、今夜はぶちかわからのお願いがたくさんありましたね、うん、皆様覚えてらっしゃるでしょうか、うん、ということでもう一度ちょっとご確認を。ぶちかわなものを写真に撮ってついなまさん宛にツイートするっていうことと、ぶちかわゲストさんのご紹介などなど、詳しくは番組の録画でぜひぜひチェックしてみてください、うん、はい、みんなのお友達を、お友達3人に番組を進めましょう。はい、これ義務です。義務です。はい、あのやらない方は何かが起こります。そうないないない、ぶちかわフェイスブック、あのフェイスブックページというものができておりますので、そちらでもぜひぜひチェックしていただいたりですとか、2人のツイッターやブログ、まあの由美子さん、私、うん、奥野さん、うん、ね、あのツイッターもブログもされてますので、はい、はい、常にチェックをお願いします。そんなみんなが、はい、はい、スマイルスマイル、はい、そんなみんなが大好きです。何で、この決め台詞何なんでしょうか。来週のぶちかわは木曜日ではありません。そうです、はい、6月3日の金曜日、はい、通常放送に戻ります。夜8時からなんですけど、実はですね、はい、この6月3日10日さん初日、そうなんですよね、はい、なのでなんというか6月3日
昔浴衣ですか。いやそんな予定は今のところ。浴衣あそれもじゃあ考えましょうね。はい、ということで6月の3日金曜日夜8時にまたお会いしたいと思います。お相手は私松本由美子とリムの山下美香でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週。おやすみなさーい。